パトリオットヒルズの一外観点都群を上空から撮影合理の下には貯蔵庫がある。パトリオットヒルズは季節的に使われる南極唯一の民間用ベースキャンプであった。日本語ではパトリオットヒルズ基地とも言われる。エルスワース山脈の中のヘリテージ山脈に位置し、名前の由来となった丘陵地の隣にある。場所は南位80度18分西形081度21分。 難易80.300度整形81.350度 -80.300-81.350。標高は884メートル。付属の滑走路は氷でできていて、長さ1000メートル、幅50メートルである。南極大陸内陸部への冒険支援と旅行を受け負う会社であるアンタークティックロジスティックスエクスペディションズ。 LLC によって運営されていた。2010年11月、あれは事業所を南極のユニオン氷が移転した。ユニオングレーシャーキャンプが新たな事業基地である。現在パトリオットヒールズは予備滑走路として維持されている。南極点の旅クラブツーリズム2011年11月3日、閲覧、パトリオットヒールズ、ポーラーコンサーベーションオーガニゼーション、ハットユニオングレーシャー、 ポーラー・コンサーベーション・オーガニゼーション・スイスニャバンク、CWM1991、ポテンシャル・エフィールド・サイズ、イン・アンタルクティカ・フォーイールド・やクラフト、ハノーバー、USA、クロール・レポート91から24。ありがとうございます。